エドワード・フォーブス・ナチュラル・ヒストリー・オブ・ザ・ヨーロッピアンシーズのギガエドワード・フォーブスは、イギリスの博物学者である、マントーのダクラスで生まれた。子供時代から読書を愛し、詩を書き、ギガを描いた。虫や貝殻、鉱物、化石、植物を集めた。5歳から11歳の間、体が弱く、学校に通えなかったが、1828年に、 ダグラスのアタールハウスアカデミーで学んだ。1831年にロンドンに出て絵画を学んだが、10月には画家になるのを諦め帰教し、翌月エディンバラ大学に入学し医学を学んだ。1832年の休暇中に満島の博物学の研究に費やした。弟のデイビッド・フォーブスは巧妙な鉱物学者になった。 1833年にノルウェーに旅し、この旅行の植物学的成果は1835年から1836年の間、ロンドン、博物学雑誌に発表された。1834年の夏、アイルランド海に春節調査に多くの時間を費やし、翌年、フランス、スイス、ドイツを旅した。医学に興味を失い、医者の資格を取るのをやめ、 科学と文学に専念し、1856年から1837年の間は、パリの王立植物園で、博物学、比較解剖学、地質学、鉱物学の講義に参加した。1837年4月、パリからアルジェに渡り、陸上南大生物、淡水南大生物を集め、最初論文を、博物学月報に発表し、その年、 エディンバラ大学の専攻文学に変更した。1838年に著書マレッカロジアミネンシスの第1巻を出版した。1838年の夏には、元オーストリアのスティリア広告、カルニオラ広告を訪れ、植物標本を集めた。1838年夏、ヨーロッパの陸上有廃類の分布に関する論文を発表し、イギリスでの同様な調査を依頼された。 1841年にユーモラスな自作のカットも含む120点の図版を付けたヒストリー・オブ・ブリティッシュ・ストルフィシャスを発表した。1841年4月17日から友人のウィリアム・トンプソンと共にトマス・グレーブスの率いる調査船ビーコンの航海に博物学者として参加し、1841年4月から1842年10月まで 地中海地域の植物学、動物学、地質学的調査を行った。この結果は1843年にレポートオンザ、マラスカ・アンド・ラジアタ・オブ・ザ・エンゲアンシーとして発表され、1847年にはトーマス・エーベル・ブリメージス・スプラットと、共著でトラベルズ・イン・リシアを出版した。1842年に家族からの支援がなくなった後、 ロンドン地質学博物館の学芸員を務めた。さらにキングスカレッジロンドンの植物学の教授を務めた。1844年に学芸員を止め、イギリス地質学調査局の個性物学者となった。1845年に地質学会記用に論文、On, The Connection Between the Distribution of the Existing, Fauna and Flora of the British Isles and the Jobaro Jekyll. チェンジズ・ウィッチ・ハブ・アフェクテッド・ゼア・エリア、エスペシャリー・デューリング・ザ・エポック・オブ・ザ・ノーザン・ドリフトを発表した。この論文で、イギリスの植物少領域を5つに区分する説を発表した。ホーブスの学問的功績の一つは、若いトマス・ヘンリー・ハクスリーを援助したことで、ハクスリーが、ラトル・スネーク号の航海に参加して認められるまで援助し、 フォーブスに知らされた発見についての出版に尽力し、ハクスレーは25歳で、王立協会のフェローに選ばれることになった。1853年に、ロンドン地質学会の会長となり、1854年に、ロバート・ジェームソンの死によって空席になった、エディンバラ大学の博物学の教授になったが、その年に没した。イ、e. ーホーブスは、植物の学名で命名者を示す場合に、 エドワード・ホーブスを示すのに使われる。ありがとうございます。